とりあえずサンドイッチありがとうございました。美味しいも何も売店のサンドイッチじゃないですか。普通ですよ。でしたらここでお休みになられていたらよろしいのでは。せっかくの有給ですし。私は仕事がありますので。さてと。事前にやらなければならないことも多いので。それでは失礼いたします。はい、どうぞ。サンドイッチをいただいたお礼です。それに入院中もいろいろといただきましたから。はい、どうなされました？どうやらお口に合わなかったようですね。慣れないことをするとダメですね。と言われても、そのことは覚えていませんのでわかりません。それは口に合わないと同じことではないでしょうか。何をお読みになられていたのですか？所長が入院中の私に読んでくださった絵本ですね。そのお話が、星の銀貨が所長はお好きなのですか？それだけ頻繁にその話に触れられているならば、好きなのかなと思いまして。どうなされましたか？この話は後半が紛失しているのですね。この後はどうなったのでしょうね。彼女は十字架を抱いて眠りましたの後ですね。はい、その後はどうなるのでしょうか。
途中までお話をお聞かせいただいたので、どうせなら最後まで知りたいかなと。その本はお借りになられるのでしょうか。でしたら私が返しておきますよ。あ、いいえ、それが私の仕事ですので。ではこれは返しておきます。存在していないのでちゅか？久しぶりでちゅね。所長が南南部第1号棟のメインフレームに潜り込んでいるのなんか。でもダメでちゅよ、そんな危険な真似は。それで何を調べているのでちゅか？絵本？ジーザス&メリーチェインで消えてしまったのでちょうか。ならば、その話の最後は諦めることでちゅね。所長、今日も有休でしょうか。ならば何か調べ物がおありなのでしょうか。そうですね。私にも食べろと？いつも同じ答えですよ。調子は普通です。だからもう私のところなど来なくてもよいですよ。もういいじゃないですか。そんなに私の記憶が戻ることが大事なのですか？私には必要ありません。よくわかりませんが、そんなものが必要だとは思えません。実際、昨日一日生活をしてみて何も問題はありませんでした。所長は一体何を私に期待しているのでしょうか？それが戻ると何かあるのですか？
はされましたか？はい、そうしていただきたいのです。それでは、今日から私の監視はなしということでよろしいですね。ありがとうございます。サンドイッチのお礼です。所長は今日はいつまでここにおられるのですか？私の監視でここにおられるのでないなら、所長は図書館に来られたお客さんですよね。ならば図書館司書としてお相手をしなければなりませんもの。そうですね。入院中にいろいろなものをいただきました。少しぐらいのお返しをしたいと思ったのですが。機械的にそのように見えますか？そうでしたか。出過ぎた真似をいたしました。それでは。そういう本がお好きなのですか？いろいろな本に思い入れがあるのですね。それでは。
何かお探しですか？何を驚いておられるのですか？